あの猿はですね、動くのが好きなんで、食べるとかね、そういう意味じゃなくて、ただこう、なんていうんですか、あの壊すのが好きです。例えば、なんていうんですかね、例えば竹ぼうき入れても、あの壊します。ね、あとね、ワトじゃないですけどね、うっかりね、あの鉄のスコップね、入れてもね、こう、食べるわけじゃなくて、紐のところだね、かじったりね、そういうことが好きなわけであって、これもね、1時間か2時間したら、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですけれども、一番大事なのは、あの壊すことが好きなことであって、例えばこう、他の動物園とかだったらね、そこで問題があるの、みんな悩んでるんですけども、高い道具、いろいろね、遊具とかね、ジャングルジムとか、ちょっとね、行動を展示してね、上にこう吊るしたりとかね、ロープとかいろいろあるんだけども、結局は全部飽きちゃうわけであって、同じ繰り返しであって、ただ何でもいいからこう入れてね、例えば、ほうき1本忘れてポンと置くのも、でも、僕はいいと思ってます。ただね、一番大事なのは、猿は、壊すことが一番楽しいと僕は思っています。北極もそうですよね。あのドラム缶じゃないけども、カイロ、あのプラスチックのね、水に浮かべるのを壊すのが大事で、その繰り返しで、あとね、掃除が大変なんですけども、ちょっと喜んでるのか、喜んでるのかな、遊びで来てると思います。で、32頭の猿、日本猿、います。で、一応ね、強い猿は石山の僕、今指さしている、ここからはよく見えるんですけどね、今ちょっと上向いて葉っぱを触っている猿です。一番強いんですかな。この猿の近くにはよく見ると小猿がいません。強い猿はね、テリトリーが広いです。弱い猿は猿と猿の間が近いです。ですので、そういうところを見てほしいなと思います。で、リーダーザルっていうね、チンパンジーしてる人はね、アルファーザルって言うんですけどね、どっちでもいいんですけどね、基本的にはアルファーザルの方が、ただ正式名だと思いますけども、ボスザルっていうのは、昔ボスザルと使っていたんですけども、これは間違いで、ボスザルっていうと、オスっていうイメージがあるのが、ちょっと誤解を招くということで、よく見ると、ニホンザルは母系社会です。オスのザルは、子育てしません。子猿、母親だけが子供を育てるわけであって、それが10年後すると、自分の父親が誰か分かりませんので、どうしてもね、母親と子供が、母と子ねがどうしても密接になる関係がありますので、どうしてもね、子猿は母親を守りますので、どうしてもというか、母親が、ね、女性の方が、群れの中では中心的な役割を果たして、男性というかね、オスの猿はどっちかというと人間で言えば用心棒みたいな感じでね、威嚇するとかね、昔のね、時代劇ではね、本当ね、おっかない人間、今で言えばヤクザみたいな感じでね、そういう役割を果たしています。で、よく見るとね、今ちょっとね、子猿だけが木で遊んでいると思われます。大人の猿というのは木で遊びません。ですので、今こっちよく見るとね、子猿同士が遊べます。で、子猿同士はみんな母親違いますんでね、大事なところは子供のうちに別のね、子猿、自分の兄弟以外の、他のお母さんの子供と、遊ぶことが大事だと、思われています。ですので、子供の時にね、木で遊ぶことが猿にとってはコミュニケーションを取る、まだ別のコミュニケーションの取り方あるんですけどね、一つのコミュニケーションの取り方だと思います。これを子供のうちに、他の猿とね、遊ばないと、いずれ大人になりますので、オス猿同士は、政権争いじゃないですけどね、大人になったらリーダー猿と離れ猿とか、いろんな猿に分かれていきますけどもね、強い者同士はね、位置を争いますんでね、その時に、子供の時に遊んでたら、あ、この猿とは昔遊んでたことあるなと思って、殺し合いまでしないんですよね。多少は怪我はさせるんだけども、とどめの一撃はさせないような、そういう傾向がありますので、猿屋がね、人間の仕組みと言われてますんで、子供のうちに、別の子供と、人間だったら幼稚園行ってね、
学校行ったり小学校行ったりして他の子供とね、コミュニケーションを取る場があるんですけど、それと同じでね、火を使って、他の子供とね、コミュニケーションを取ることが、もちろん大人になったら、殺し屋にはならないと僕は思ってますんで、なるべくちっちゃい頃は遊ぶ方が、いいと思います。で、オスザルのリーダーザルの話になりますが、リーダーザルはリーダーザルで、何でもね、ここの猿32頭の群れのね、中心でね、ルールみたいなところがあるんですけれどもね、男はプライドじゃないんですけども、弱みは見せられないところもあります。弱みを見せたらやられますのでね、絶対的な強さがなければリーダーザルになる資格はありませんのでね、そこが大変なところがあります。寒い、北海道の冬は寒いのでマイナス20度ぐらいになる時もあるんですけども、手とかね、この関節冷たくなりますので、で、ニホンザルはね、おしくらまんじゅうじゃないんだけどもね、サロ団子っていう感じで、ね、密集してね、寒さをしのぐところがありますが、弱いサルはそれができます。ただ、リーダーザルはね、一緒におしくらまんじゅうすることできませんので、強いサルはね、フィールドに行っちゃうし、一緒にね、そういうことできませんので、できませんので冬ね、マイナス20度の時に夜ちょっとちらっと見た時に、リーダーザルをね、山の上でちょこんと立ってたところがあるんですね。それだけ、オスザルというのは人にね、助け求めることもできないし、弱みを見せられないところがあります。リーダーザルがね、弱みを見せるということは、それは死を見せるというね、制限効果というのをね、アルカンタラ次の強い、次のね、攻撃を見たら思うんですので、その後またね、ナンバー2も変わるし、ナンバー、その逆にその間が校内会長、会計とかね、ルールがありますのでね、強いサルがガラリと変わる傾向もあります。今まで弱かったね、お母さんザルも一頭ね、強いサルがね、変わるが母親の順位も変わってきますので、ね、その辺が難しいところです、ね、当たり前なくなっちゃいますね。ちょっと変化を与えることが大事かなと思います。それでですね、何も入れなかったら多分なんていうんですかね、何かを探すっていう行動は春には多いのと、あと探すっていう行動も多いです。これ何も入れなかったら多分他の子猿のね、足とか噛むかもしれないですね。そういう他の猿の、ね、足とか噛むんだったら気を噛んでほしいなと思います。多分よく計算したらこれもね、おそらくっていう話は良くないですよね。人間のね、ご飯を食べる時の噛む回数と同じで、猿もある程度、噛む回数は決まっていると思います。ね、そうすると少しずつ分析すると、ね、怪我があるということは何らかのストレスとか、なんか物質面があるから怪我をしているんだろうなとかね、思いますので、ね、なるべくそういうね、怪我のようにも気をつけるといいのかなと思います。これがだいぶ、こっちになってますね。ちょこちょこ、毎日ちょっとやってきますので、今度夏休みは夏休み、秋はね、いろいろちょっと考えますので、よろしくお願いします。